アルス・ウォーター子者区は、イギリスの爵者区い貴族。連合王国貴族爵位。保守党の政治家、ジェームズ・ラウザーが1921年に除されたことに、始まる。ロンズデール伯爵家の分野筋にあたる。アルス・ウォーター子者区家に、子者区以外に保持する爵位はない。初代アルス・ウォーター子者区、ジェームズ・ラウザー子者区家の蘇・ジェームズ・ウィリアム・ラウザーは、保守党の政治家で、 1905年より16年の長きにわたり、庶民院議長を務めた人物である。彼は、議長職退任後の1921年7月8日に、連合王国貴族として、サフォーク州キャンプシーアッシュのアルス・ウォーター子者に除された。また、初代子者が93歳まで存命したため、彼の息子クリストファーは借位を継ぐことはなかった。さらに、孫のジョン・アーサーも、 施設秘書として、ケント公爵、ジョージ王子に随行した際、登場する飛行艇が墜落する事故に巻き込まれて、亡くなるという不幸があった。そのため、極めて異例なことに、初代死者区の総尊ニコラスが7歳にして、爵位を継承した。二代死者区ニコラスは保守党の政治家として、活動しており、1993年から翌年に、かけて、議場営死体隊長を務めている。 彼は、貴族院法制定以降も貴族院に席を置く92人の世襲貴族の一人である。初代子爵は、ロンズデール伯爵家の子祖初代、ロンズデール伯爵の次男の子孫にあたる。ゆえに、歴代の当主は、ロンズデール伯爵くらいの潜在的な継承権を有する。子爵家のモットーは、職務が人物を表す。爵位の法定推定相続人は、 元当主の長男ベンジャミン・ジェームズ・ラウザー閣下。ありがとうございます。